んにちは、ハイジです、深夜作業の合間に癒される感じのゲームでもやれたらなって思って探してましたところ、いい感じのを見つけましたのでやってみたいと思います。ニャードルという猫のアイドルのゲームなんですよ。ではプレイいきましょう。ルールがね、タップでジャンプだって。はいはいはい、ハードルみたいな、ハードル走みたいな、長押しで溜めて大ジャンプ。危ねえ、びっくりした。急に変なの出てきたよ。ほら、黒猫、黄色猫、カメ、ウサギ、ハードル、ハードル。ちょっと結構タイミングシビアだね。はい、おいしょ、ポンとポンと。慣れてきた慣れてきた。なるほど、タイミングが結構コツがあるのね。はい、むずっ、こういうことね。はいはい、人じゃん。ちょっと人の方も避けようよこれね。え、人も避けなきゃ。ちょっとは猫ちゃん来てんだよ。これ何？びっくりした。うわ、危ない。はい、いけた、いけた。オッケー、オッケー。はい、何今度は。よいしょ。怖い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 。よいしょ、オッケー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 オッケー。ステージオッケー、オッケー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 。うわー、よいしょ。ステージ7まで来た。びっくりした、急に出てきた。選手をゲットっていうガチャ引けるやつがあるね。コイン10枚で1回引けんだ。何が出るのこれで。なんであの子サングラスかけてんだろうね。ウサギだ。ウサギで行った方がいいのこれ。もうすげえジャンプしよう。もうこうなったら、はい、次はコインなのね。はい、よいしょ。オッケー、オッケー、調子いいよ。オッケー、はい。ドキドキ。うわー、怖い。何やってんのおい、ウサギに対して何やってんだよ。うわー、うわー、うわー、何してんだよウサちゃんに対して。おい、ウサちゃんに何やってんだよ。よいしょ、でかいの来ないかな。ジャンプ力すごそうなね。いやいやいや、おかしいだろ、ジャンプどうやってすんだよくだらねえ、くだらねえ。いや、もう貝に対してはもうスライディングしてもいいわ別に。